じゃあこれからちょっと動画をちょっと待って。はい、皆さんこんにちは。遊び方ファクトリーチャンネルでございます。もうね、ここはすっかりまったりモードに入って寝てますけど、年末年始からですね、彼女たち、こう、今3匹いるんですけどね、ワンちゃんがこう、ショート動画にこう、出てくれてるので、そろそろですね、こう、ワンちゃんシリーズっていうのをね、やってみようかなと思います。ワンちゃん飼ってみたいとかですね、こう、多頭飼育挑戦してみたいとかですね、こう、いう方にですね、こう、いろんな情報をね、毎回1テーマで、こう、お伝えしながらですね、こう、うちではこんな感じでやってますとか、こういう商品使ってますっていうのを紹介しながら、こう、コメントなんかでね、もっといいものあったら、こう、たくさん、もっとでたくさん買われてる方もいると思うので、そういったところでね、情報共有していければいいのかなと思いますので、ぜひご覧ください。で、第1回目はですね、今日はですね、そこがいいわ。ワンちゃんの紹介とですね、それから今日のテーマ、床でいこうかなと思います。まあ、うちで言ってもね、まあ、小型犬、ちょっと中型に近いんですけどね、小型犬なんですけど、小型犬ってね、結構床気をつけなきゃいけないことがあるので、その辺をですね、ちょっと今日のテーマにしてお話ししていこうかなと思いますので、最後までご視聴ください。それではですね、うちのワンちゃんたちのね、紹介をしようかなと思います。彼女はですね、ナナです。ナナはい、彼女はですね、ポメプーですね。ポメラニアンとトイプードルのミックス犬ですね。女の子になります。はい。そして、はい、真っ白ですね。ペキビションですね。ペキニーズとビションクリーズのミックス犬ですね。真っ白はもう眠いんだね。眠いね。眠い顔してるね。はい。そして最後、彼女はですね、彼女はなんとですね、保護犬です。はい。繁殖引退犬で、6歳の時にですね、我が家にやってきて、コロナ1年目かな、うん、の時にやってきて、今もう2年半ぐらい経ったね。はい、ミカサと言います。彼女はマルチーズですね。はい、こんな3匹でうちは楽しくやってます。はい、それではですね、本題のですね、ちょっと床の話をしようかなと思います。今日のですね、お話、床の話っていうのはね、小型犬に限定されるお話になります。で、それなぜかっていうとですね、彼女たち、まあマルチーズもそうですし、まあチワワとかですね、ヨークシャテリアとかトイプードルもそうですけど、軽い小型犬っていうのはね、まあ今見えてるフローリングなんかでこう滑るとですね、関節、まあ膝とかね、股関節、特に股関節とかね、に負荷、すごく負荷がかかるんですね。で、ひどい子なんかになると、こう大きくなってね、その曲がった感じで、変形した感じでね、固まってて、座り方がちょっとおかしかったりね、足をちょっとなんか変に崩した感じになってたりなんかすることがあるので、ペットショップなんかでね、もし買われる際なんかは、多分ね、一番初めに注意事項としてね、こんなこと気をつけてくださいね、なんかで言われると思います。はい。で、言われると思うんですが、じゃあ実際どうするのっていうところでね、今日ちょっと紹介してみようかなと思うんですけど、うちが使ってるのね、はい、これをね、ちょっとご紹介しようかなと思います。こう見えてるのね、これ、まさにこれなんですけど、タイルカーペットって言われるものになります。はい、今、この手に持っているのがね、このタイルカーペットなんですけど、はい、45センチ四方になります。で、これをね、こう、敷き詰めていくという感じですね。はい、で、カットもできるので、まあ、端をね、合わない場合はカットするというような感じになります。これのね、すごくいいところ。はい。まあ、こっちのね、タイルカーペットっていうぐらいですからね、表面はもうカーペットのようになってます。で、裏がね、このラバーが貼ってあるんですね。貼ってるので、まあ、滑りにくいっていうのはね、まあ、基本性能になるんですけど、なんとですね、はい、これ、水、ここからね、ジャーって垂らしても、はい、下抜けません。これがね、一番このお伝えしたいというかね、いいところになります。ワンちゃんのね、ライフステージで、まあ来たばっかりとかね、慣れるまでっていうのはね、おしっこ失敗することって結構あります。特にね、子犬から飼ってるとね、人の思ったようには全然いきません。はい、いろんなやり方はあるかもしれないですけどね。100% っていうわけにいかないので、あちこちおしっこするような場合もあるかと思います。その時にですね、これだと、はい。下に行かないのでね、フローリングを傷めないで済むと。
表面はね撥水加工があるかもしれないですけど、フローリングとフローリングのねそのつなぎ目からね水って染みていくので、まあそういう意味でねこういうものを敷いてるといいと思います。で比較する対象としてね、まあ例えば大きなラグを敷いたらいいんじゃないか、こう防水シーツを下に敷いてねとかってあるかもしれないんですけど、洗わなきゃいけないじゃないですか。そうするとラグの大きさをね、あの全部をねこういちいち洗うとかって考えたら結構大変なんですよ。うちもね、あのここ今ちょっと見えてるここね、この椅子があるところの下っていうのは円形のラグを敷いてたんですけど、ふわふわしてればしてるほどなんかみんなおしっこしたがるんでね、あのみんながちっちゃい頃なんかによくしてました。はい、気づいたらべちゃってなってとかね、ああいう感じだったので、でその度にね、あのそこだけトントンするんですけどね、やっぱあの匂いが残るので、まあ、最終的に洗おうかってなるんですけど、そうするとね、あの、はい、2メートルのこのラグってを洗うとね、あの結構大変なんですよね。まあそういう意味でね、これだとですね、この上にしても下に抜けないっていうのがすごくいいところです。で、場所によってですね、うちはここをメインにしているので、おしっこする可能性あるんですけど、例えばですね、寝室でこう一緒に寝たりするっていう場合に、こうちょっと歩くぐらいだと、こう薄手のもので、こう裏にね、シリコンがこう貼り付けてあって、あの簡単にペタってつくような商品なんかもあったりするので、100均なんかでもありますからね、ああいうものでいいと思うんですけど、あのメインでね、室内完全フリーとかってする場合は、こういったのがいいんじゃないのかなと思います。それでですね、ここからが結構重要なんですけど、ここ。はい。敷いてないところもありますよね。うちの場合は、この敷いてるところと敷いてないところをちょっとエリア分けしてます。で、敷いてるところっていうのは単純に主にいるところです。で、ここのね、床の上を歩かないわけじゃないので、さっきね、お伝えしたようなことを全部実践してるわけじゃないんです。はい。で、全部実践できない理由がちょっとあってですね、最近のお宅、うちもそうなんですけど、こう、床暖房入ってるお宅っていうのは結構多いんじゃないのかなと思うんですけど、床暖房って家全体をねこう温める上で床だけを温めてるわけじゃないので、冬場はですねこう全部締め切りにしてずっとつけるっていう風なですね設計になってると思うんですけど、なので全部敷くとですね、まあ床暖いらないんじゃないかっていう話もあるんですけど、それだけじゃなくてですね、実はこの床のですね、あの表面からも輻射熱っていうので、じんわり家の中を温めるっていう効果があるので、まあ、あまりワンちゃんたちが行かないところ のエリアはですね、床は残しておいた方がいいと思います。はい。それかね、こう、道のようにね、してあげるとかね、そういったところは、あの、そういったところはですね、工夫でちょっとしてみてもいいのかなと。全部埋めちゃうと、あの、輻射熱がまず上がらなくなるっていうのと、あと、床暖の意味が、あの、ほぼなくなるというかね、床はもうこれだとね冷たくないと思うんでいらないんじゃないかと思うんですけどね、あのそこで床暖切っちゃうと家のね全体のこの例えば柱を温めるとかね、いろんなところの効率のところに影響が出るので、実はですねそこはちょっとバランスを取らなきゃいけないところかなと思っています。ちょっとあの小ネタ挟もうかなと思うんで、ちょっとアングル変えたいと思います。タイルカーペットをですね、あのもし私も使ってみたいとかねいう場合はホームセンターに行くと1枚まあだいたい300円ぐらいで売ってますよと。はい。でこれどういう風にね敷いてるかっていうのをちょっとお見せしようかなと思います。はい、よいしょ。はい、わかりますでしょうか。こんな風になってます。はい、あのメリメリ今音がねちゃんと入ったかと思うんですけど、うちの場合はですね、養生テープってわかりますか？まあこういう色ね、引っ越しの時なんかにこう貼って剥がせるテープってあると思うんですけど、養生するためのテープですね。あの固定するためじゃなくてね、養生するためのテープで、跡が残らない。はい。その代わり粘着力が弱い。ただ、横をですね、このスライドに関しては強いので、もうこれで十分止まります。はい。オフィスなんかは、スプレーノイでね、もう直にがっつりつけてます。動かないようにですね。で、住宅でね、それをやるともう床ひどいことになるんで、ただ並べてるだけだとですね、確実にずれます。みんな走り回ったらね、少しずつずれていくので、うちではですね、この方法が一番いいんじゃないかなと。で、他のね、がっつりしたテープで言うと、つくかもしれないです。その代わり、ベタベタが残ったりとか、さっき言ったね、こう、おしっこしましたって言った時にね、交換しようっていう時に、毎回がっつりついてたら大変じゃないですか。だから簡単に剥がれて、そして動かず固定できるっていうね。はい。はい、やってみましょう。はい、こんな感じですね。こういう風に止めています。これ、こう、
ガムテープみたいな幅ですからね、これを下に差し込んで止めてるだけなんで、なんかありましたって言ったらね、こういう風に新しいのに交換してね、予備を持っておくと、はいはい、これで交換完了と。でこっちは洗うと、ね、いう感じで交換ができます。この貼り方ならね、このタイルカーペットって結構便利に運用できるのかなと思います。はい、というわけで第1回のですね、ワンちゃんのシリーズいかがだったでしょうか。結構ね、床の対策で室内犬で小型犬でとなるとね、今日お話したところっていうのは結構重要になるので、こう調べてみてください。まあワンちゃんたちがね、怪我しないっていうのが一番になってくるので、はい、で今日ご紹介したタイルカーペットね、ああいう風にやるとすごくねクッション性もあっていいですので、ただデメリットもねちゃんとお伝えしようかなと思うんですけど、デメリットはね高いコストとしてはね高いです。1枚が300いくらするので、45センチでね、全部結構引いてると、敷いてるとか、敷いてるとまあまあな値段になるので、コストはかかる、はい、ただその分ね安心してワンちゃんたちがこう歩けるというのはね大事かなと。あとおしっこのね染み込んだりっていうのも防げると、はい、置くだけじゃ止まんないじゃんっていうところをね、さっき言ったように養生テープでやると結構安心してこう運用ができるかなと。壊さないでねこれ、というような感じになっております。はい、こんな感じでね、ワンテーマでまたお伝えしていければなと思いますので、また次回もご覧ください。じゃあ、皆さん、じゃあねーってやって、はい。